伊勢湾が達成セレモニーを開催いたします。それでは皆様、このビジョンにご注目ください。やっぱり自分の中で一番印象に残ってるっていうのはやっぱり初安打なんですよね。スタートから積み重ねてきて、まあ、この数字やっとなれるわけなんで、そういう意味ではその一歩目っていうのは非常に自分の中で一番大事かもわからないですね。でその1本目打った後からの1000本安打っていうのはなんかあっという間じゃないですけど、無我夢中で来た1000本だったような気がしますよね。本数も重なっていくにつれて、非常に長く感じました。残りの1000本は楽天で達成できたこと、また楽天のファンの皆様の前で達成できたことが、自分自身何より嬉しいです。本当にありがとうございます。これからも一本一本積み重ねて、またファンの皆様に喜んでもらえるように、そしてチームの勝利に貢献できるように、自分自身頑張っていきたいと思いますので、また声援よろしくお願いします。ありがとうございました。